どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちらエンリコプッチ降臨が来ております。このダンジョンですね、超絶壊滅系ということで、まあいつもねコラボにやってくるね超高難易度ダンジョンになってるんですけど、今までって結構こういうダンジョンってなんて言うんだろうな、後からゲリラ出現することが多かったんですが、このダンジョンに関してはねもう初日から実装されております。今日はこのね超難易度高そうなねエンリコプッチ降臨にジョジョコラボキャラのみで挑戦していこうと思います。でですね、あのジョジョコラボキャラのみで挑戦すると全キャラに全パラが5倍乗るんで、逆に簡単だと思うんですよ。エンリコプチ降臨、まあ、プチ降臨に関しては多分ジョジョコラボキャラを入れなければ難しくて、入れるとかなり簡単なダンジョンになるんじゃないかなと思います。という予想で今日はエンリコプチ降臨やっていきます。はい、まあ予想手が当たり前だね。クージョジョリンからです。恐竜武器継承です。このキャラですね、また高難易度の別の動画でも使いますので、この動画はあんまり皆さん意識をなくしてみてください。この後高難易度でも使います。空城城太郎です。はい、まあ無効感染剤はなくてもいいっぽいんでつけてます。つけなくてもいいです。武器はスキブ武器で、ディオブランドです。こちらもベリアル武器継承で HP 持ってます。ジャンピエールポルナレフティリ武器で HP 持ってます。ダメージ無効貫通スキルあります。で FF です。スキブに10連ガチャダラ継承でヘイスト要因。あとはですね、これ自分以外の味方スキル2ターン貯まるんで、これで運用していきます。はい、で空城ジョリンです。火属性追加してあげてます。やっていきましょう。あ、終わった。終わった。ちょっとディオが溜まってなかった。おい、ジョジョ。はい、ということでやっていきましょう。ジャンはもちろん毒耐性武器にしてます。まあ当然玄関強毒お邪魔耐性は必須なんでね。さあこれでやっていきましょうとんでもない事故があったな。まずは1階層空城ジョリン打ちます。クージョジョリン打ちます。で10連打ちます。はい、ディオ変身します。フレンドのクージョ打ちます。ジャン打ちます。変身で倒していきましょう。いきます。ヒドロップがないんだよな、ヒドロップが。なのでこんな感じで、まあ落とし組んであげて、まあ別に引いなくても倒せるか。でもとりあえず10コンボ以上組んで倒していきましょう。ナイス、全部落とし入った。20コンボ。OK、突破していきます。あ、そう、ドロップ4個消して固定1ダメージ入るもんね。追い打ち組む必要あるときは。ちゃんと組んでいきたい。で、2階層、レイダーのね、空女ジョリにつけてる強力武器でロック解除。からのディオブランドで生成してあげて殴っていきます。よいしょ。よいしょ。まあ、こんな感じで。確定10コンボ組めます。あのね、このね、ディオブランドさんはね、ほんとこれもう最強なんで、こいつ、ガチの最の強なんで、これ。あ、とりあえず引けたら勝ちね。あと、あの、3600円払って引けても勝ちね、マジで。強すぎ。で、3階層です。ここは1ターン耐久してあげて、まずちょっと、ジャン貯めましょう。無効貫スキルね。無効貫通スキルで突破していきます。マジでこいつら軽くバグってるやろ、ほんまに。ディオ打ちます。残念、無効感。ジョリン打ってあげてエンハンス。ま、軽く強すぎ。あ、てかあれじゃん、空城城太郎溜まってますね。変身、あ、変身忘れてた、やばい。変身忘れてたわ、まずい。ちょ、ジョタロ変身しましょう、早く。大丈夫です、皆さん安心してください。これ、ちょうど、ボスの後半でスキル打てるんで、大丈夫です。打てます。ちなみに、空女ジョタロは変身後は10強5つ持ちです。はい。10強5つに7強なんで、これなんとですね、6250倍です、こいつ。おかしいです、本当に。本当おかしいです。ちなみに、FF を持っておきましょう。FF が 25% 回復を継続してくれるんで、この編成全パラ5倍入ってるんで耐久めっちゃ硬いんですけど、さらにこれに FF の指延長と、HP25% 回復がループするはずなんで、20% 回復がループするんで、なおさら安定します。まあでもよく考えたら回復消すからあんまり影響ないわ。けどまあこれでワンパンしていきましょう。さあ続きまして5階層です。ここもジョリン打ってあげて殴っていきます。あ、毒目覚め耐性とか積んでないが？おい、初見殺しだろ、初見殺し。初見じゃないんだよな。一回負けてるんだよな。アレキサンダー武器と毒目覚め耐性が欲しいっす、一旦今。
はい、とりあえず 90% 超根性まで削りの、でからのここでディオブランドを打ってあげて駆除上輪打ちます。あ、でも待って、これさ回復消せないが来るんだったら普通に強くね。だってさ、回復消せないが来るんだとしたらさ、このね FF の HP 自動回復めっちゃ強いんじゃないのこれ。はい、16項目で殴っていきましょうね。この場合においてはこの HP 自動回復はとても強いのでは。32万で、しかもアホみたいにどうせ火力高いでしょ、多分どうせアホみたいに火力高いから11万。え、これ何、ジョリーン使ってるから今ジョリーンのカット演出が入ったのだとしたらクソかっこよくね、これ。今回のジョジョコラボ価値熱いやん。でここ1ターン耐久します。はい、一応耐久のつもりではあったんだけど普通に削るな。でここは FF 打ってロック解除からのもうディオ打っていいよな。ディオも打っちゃいます。なんかあのお休みモードにし忘れた時に限ってなんかめちゃくちゃ LINE 来るんだけど、何これ。朝の11時に LINE 送ってくんだよ。これで18コンボ組んであげて殴っていきます。 OK。 さあそして半分時行動、ちょっとまああれなんだけど、これさ躊躇なく倒していいですか。これ全然多分全然普通にね、これね超簡単に倒せる方法があって、これチェンジザワールドで盤面を火にしてあげてるタイミングで組めばめっちゃ簡単に倒せるんだよね。ちょっともう説明がむずい、もうやるわ、いきます。こう、あ、水つながっちゃったけど、これで五色消し入った14コンボ、しかも城太郎の火力ご覧ください、99億99億。あ、やべ、キャラの強さは紹介しちゃダメだった。でもこれで、まあ当たり前のね、ノーコンクリアということでね。はい、ノーコンですよね。結構、初見殺しな場所もまああるっちゃあるけど、まあちゃんと対策練ってあげれば、全然簡単にね、勝てるダンジョンになってるかなとは思います。まあというより、ジョジョコラボキャラね、6体積んでやったら、まあ当然勝てますので、とても面白いダンジョンになっているんじゃないのかなとは思いますので、よかったらですね、挑戦してみてください。ということで今回は、プッチ降臨に、とりあえず初見攻略してみる動画でした。で、プッチ降臨とかコロシアムとかの周回編成は、またこの後どんどん上がっていくと思いますので、そちらもチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。